まあ、藤原さんの話は本当に恩師というか。そうですね。こう多分時間が経つと多分また整理されていくだろうなというか、まあ、その気持ちも含めて。俺は藤原さんのことは文字で書かせてもらおうかなっていうふうに思って。そう、じゃあ何を書こうかっていう、その万人の人が読んで、みんながなんとなくその、この事柄に対しては興味があったり、疑問があったりっていうものをチョイスして書くってなると、僕ちょっと怖いなってまだ思ってるところがあって、これ書いてくださいって言われた方が僕は楽なんですよ。多分そのいわゆるまあオファーだったり依頼だったり指示だったりが。もともとの仕事スタイルもそういう、ですまあ、ね。生産という仕事柄っていうところもあるんですけど。だからそれこそ何回目かで書いた、なんかやりたいこととかないんですかって言われると、ないっすってなっちゃう。台本をくださいっていう。3回目のエロ本と台本。この回。これ考えてるのこの人がいる。いえ、でも見出しというか。そういう話だったじゃないですまあまあ、そうですけど。これ大丈夫でした？これ。全然全然。台本とエロ本か。よかったです。エロ本の先じゃない。そうですね。これでもそこの回は僕すごい、跳ねたなと。おお、本当ですか？思いましたね。だからこのスターを横目に、根城で奮闘とか、そのなんか刺さる表現がすごい多かったですあ、本当ですか？し、ベースにあるその仕事論というか、プロフェッショナルのあり方みたいなところが、すごく伝わってきて、あ、桜井さんってこういう考え方を万事にされている方なのかなというのが、まあそれがやっぱエッセイを読む醍醐味だと思うんですよね。もう少し例えば情報を多くするとか、エピソードを多くするとかもできたんですけど、なんかやっぱ声優さんの仕事って説明が難しい部分も多いんですよね。声がいいのはわかると。演技も熟練されているものとか、その、まあ、要は上手いとか、いいっていうものもなんとなくわかるけど、じゃあ何がすごいのか、何が他の人と違うのかって言われたときに、我々は言葉でうまく説明できないですよね。それはまあ経験もあるでしょうし、勘もあるでしょうし、センスもあるでしょうし、そういうありふれた言葉でしか説明はできないんですけど、別の方法で説明もできるんですよ。でもそれって企業秘密みたいなところも多分あって、そうですね。そこはちょっとこう、まあ、この中尾さんの話とか、まあ、藤原さんのところもそうですね。初めて出てきたピッチャーがみたいなところもありますし、だからすごく難しい部分と、ご自身の中ではなんとなく掴んでる部分と、両方あるのかなっていう。中尾さんなんかもう一切 SNS をやられてないないです。ですよね。ツイッターも LINE もやってないですね。LINE もやってないです。LINE もやってないです。仕事の連絡とかどう、メールです。メールですか？ G メールとかですか？いや、普通にメール。G メール、G メール？ メールだよね。まあ、その、僕世代は、ツイッターやってない人は多いんですよ。LINE をやってないって言ったら、あんまりないですけど、そうですよね。なんか仕事ツールみたいなイメージがありますね。なんかその例えば芸能事務所さんとか、資産もそうですし、結構マネージャーさんって LINE で連絡することが多いので、あ、でもそうか。インテンションさんはメールだ。ね、いや、そうですよ。アナログの事務所なんじゃないですか。いや、もうアナログ結構。アナログ結構ですね。だって次の回はちょっとレコードのこと書いてそうですね。ある。ご先日言ったやつ。ドアナログですよね。まあ、こうやって、花井さんとか木村さんとか、SNS をやられたりとか、まあ自分からいろんな発信されてる方いますけど、あんまりそういうイメージが桜井さんはなく、なのでその雑誌連載ってすごく合ってるなぁと個人的に思ってて、つまり、まあラジオももちろんありますけど、読む機会がないし、ご自身のことを知る機会がなかなかファンの方もそうですし、その濃縮した部分、まあ声優さんってなんだろうって知るきっかけにはなるなぁと思ってたんですけど、今回だから、YouTube やりましょうっていう話になった時に、まあいいですよっていうのが、すごい意外だった。お願いしておきながらなんですけど、断られるでやろうと思っていたんですけど。そうだったんですか？はい。いや、なんか、桜井で出るの、なんたらかんたらみたいな YouTube は、私はもう食い気味におそらく断る。殴りかかる、飛びかかる可能性すらあります。危なかった。でも、今回、まあ、そのご時世もありますし、ロールプレイングメガネを書くとして、で、なんだったらその一番関わっている川戸さんと、こういう形でお話しながらっていうんであれば、土台があるじゃないですか。
書いたこの文字たちがあるから、はいはい、こういうふうなアプローチもありかなっていうふうに思いました。あんまり YouTube と思ってやってないところもありますね。なんだったら俺はもうこの中でややカートさんを MC 的なところに、ダヴィンチ YouTube といえばもうカート高博みたいな。フルネームだし。やっぱカートさんの回しは最高だね。みたいな感じになったらよくないですか？理想的にです。とにかく雑誌を届けたい。まあでもそうですよね。そういうことですもんね。そうなんですよ。連載からやっぱり読んでほしいなという。私もせっかくこう書かせていただいているので、はいはい、あの、読んでいただきたいなという。僕もそこにつきますね。うん、ああ、それはそうなんですよね。まあしかもだから、すごい了解くださるので、せっかくならやっぱこの状態から読んでいただける方が増えるといいなというのは。もっとこうしたらいいみたいなことあります？内容ですか？内容もそうですし、その書き方と言いましょうか。まあだから振り切った方、回ごとの違いみたいなのが出てるといいかなと思います。なんで今のところ実はあのすごいゲームの話と、まあお仕事の話と、でまあ藤原さんの話は本当に恩師というか。そうですね。ちょっと迷ったんですけど、逆にその藤原さんのことについては言い方で。そのまあ収められるっちゃ収められるんですけど、でもこう多分時間が経つと多分また整理されていくだろうなというか、まあその気持ちも含めて、亡くなられてすぐの頃なんかはすごく感情的な部分もありましたし、そうなるとまあその時に出てくる言葉もあるんですけど、いやいやちょっと待てっていう気持ちがあって、でまあ今回そのロールプレイングメガネやらせてもらうことになって、なのでもうこれは藤原さんのことは文字で書かせてもらおうかなっていうふうに思って、あの、もう、どの辺の段階かで書いたんですよね。したたか。そうなんですよ。おっしゃってましたね。3分の1から半分ぐらいは書いてて、でも出来上がったものは、もう、その初め書いてたものは 10% ぐらいしか使われてないです。うん、ね、あ、やっぱ、ちょっと、その、アウトプットが変わってるなっていう。もう少し早い段階だと、もっとこう直線的だったかもしれない。うん、ちょっと冷静に。そうですね。かなり、あの、情感たっぷりな部分と、まあ当然その伝えなきゃいけない前提の情報という部分とか、その文字の思いの部分とか、すごくミックスされた、あの、まあ普遍的な原稿だったなぁと思いますね。まあちょっと仕事のことも織り交ぜながら、その仕事の仕方っていうわけじゃないですけど、まあ僕が勝手に、こうかなかなみたいな、うん、ずっとこう背中追っかける感じ見てて、はい、だからちょっとリマインドっぽくもなってて、はいはいはい、あ、そうか、こういうふうに俺考えてたんだなって、要は感覚で全部やっていたものをこう言葉というか、うん、文字にして書くことで、うん、改めて再認識というか、うん、みたいな回